ガリシア州内のイチモスは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカデビー語に属する。歴史的、地理的な地域、ローリーニャを構成する自治体の一つ。ガリシア統計局によると、2012年の人口は15,267人。住民故障は男女同系のモセンセ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は96.40%。 モスは、ポンテベドラ県の南部に位置し、コマルカデビーゴに属する。自治体内は10の教区に分けられ、住民は40の地区に分散して居住している。北は、レドンデーラとパソスでボルベンと、南はオポリーニョと、東は、ポンテアレアスと、西は、ビーゴと隣接している。モスは、レドンデーラ四方管轄区に属す。住民は10の教区内の77の地区に居住する。 モスでは例えば、カストロデトローサに代表される多くの考古学的遺跡が発見されている。他には古墳やドルメンが残されており、この地に古代から人々が定住していた証となっている。自治体内には、ローマ時代にブラガとルーゴ、アストルガを結ぶ街道が作られていた。自治体市長は、ガリシア国民党のニディアマリーア・アレバロゴメス。自治体評議員は、 ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、5、ガリシア民族主義ブロック、2となっているとなっている。モスは10の教区に分けられている。ありがとうございます。